皆様、大変お疲れ様でございます。本日はですね、ブラックバスがいるのかどうか、いや、溶存酸素計ですね、溶存酸素計、手に入れました。手に入れまして、で、早速ちょっとテストしたいと思います。ブラックバス君、ブラックバス君にとって、まあ、必要な水中、必要な水中の溶存酸素量が、8から 12ppm ですね。これ、上限が12になってるんですけど、これがちょっと意味わからなくて、まあ、とりあえず8以上は、必要なのかなと。で、単位なんですけど、今回のはこれ、多分、ミリグラムリットルの単位で出るんですけど、確かね、調べたら、ppm と同じと扱いでいいみたいです。このミネラルウォーターを入れまーす。と入りました。それではですね、このこちらをまずはただのミネラルウォーターですね、測ってみたいと思います。これ入れてから30秒待つそうです。で、これ、酸素量の下に水温計もついてるんですね。出てこないよ。あ、多分なんか違う。それでですね。それでございますね。これ金魚のブクブクのやつを引っ張ってきて、これ入れたいと思います。ちょっとね、待ってみましょう。一回ちょっと、ブクブクを何分か入れたままにして、再度測定したいと思います。それではですね、使い方わかりまして、この先端のキャップを外す必要があると。ということで、で、測定したいと思います。今、0.00mg ですね。で、この水ですね、さっき、金魚のブクブク突っ込んじゃったんで、どれぐらいなのかなと。まず、よいしょ、入れて30秒待ちます。30秒、今30秒経ってますね。今これ、15.6mg あります。ということで、水から抜いたら、ゼロに戻って、成功ですね。まあ、成功というか、
ちょっと心配だったんですけど、使えます。これでですね、今まで測ってきたデータですね、測定してきたデータなんですけど、羽がよ、羽が、どっちだ。それで今まで、今までですね。で、今まで、気温と、あと、気圧の変化、それから、あと、風速、四つ目に、風向きですね。あとは、五番目として、潮ですね。潮の変化の影響。で、お月様、お月様についてはちょっと、これから入れたいと思うんですけど、で、以上のね、データで今までやってきたんですけど、ちょっとね、もうちょっとデータ要素を増やしたいということで、これに期待したいと思います。これでですね、多分、釣れるかどうか、判定がね、早くつくと思います。目標としてですね、私、釣りに行ける限りはですね、ブラックバス君？ブラックバス君が釣れるですね、このデータ予測ができるようになりたいですね。ということで、俺の羽が曲がってるぞ。ここか。ということで、今回もありがとうございました。まだちょっと雨が降ってるので、晴れたらテストしたいと思います。以上。長々と大変ありがとうございました。失礼いたします。